ローレンス・アルマ・タデマは、イギリス・ビクトリア朝時代の画家。古代ローマ、古代ギリシア、古代エジプトなどの歴史をテーマにした写実的な絵を数多く残し、ハリウッド映画の初期歴史映画などに多大な影響を与えたと言われる。アルマ・タデマは、オランダのドロンライプに生まれる。父親は、村の交渉人であった。その後、家族は、 レイワルデン近郊に移るが、アルマ・タデマが4歳の時に父親は死去した。パリへ移住していたが、不仏戦争の戦火を免れるため、1870年にイギリスへ帰化し、ロンドンに定住した。1863年に、新婚旅行で訪れたポンペイとエル・コラーノの建築や、調度品に感銘を受け、以後歴史をテーマにした絵画を描くようになった。 華やかな色彩と繊細で、写実的なアルマタデマの絵画は、当時から国際的な人気を博し、1906年には、古代の建築物や装飾品、生活や風土など緻密で正確に描き続けたその、功績として、イギリス王立建築学会より、ゴールドメダルを授与されている。1912年、死去。見晴らしの良い場所。ありがとうございます。